取り持ちですから、出たよ。了解でいいよ。了解で、お願いします。はい。いい、オッケー。もうちょっと待ってて。お、今、はい、つながりました。はい、大丈夫です。はい。そしたら、始めさせていただきたいと思います。はい。はい、皆さん、こんばんは。こんばんは。はい、弁理士の下井です。今から TWL2 回目、2回目のミーティング始めさせていただきたいと思います。はい。はい。今回は、待ってください。今、音声、来てますね。今、音声拾ってるのは、そう、そう、うん。じゃあ、一本化しましょうか。だから、これ、スピーカーで聞こえるようにしてて、あ、ありがとうございます。それで、入力側は各自の入力を使ってください。あ、本当ですか。うんうん。あ、わかりました。各自の入力を使って、声だけはこっち、そうしないとハウリングしたんで。あ、わかりました。拾うのも一個にしよう。拾うのも一個の方がいいんですよね。多分。ただ、できないじゃん、こう、距離離れて。まあ、それでハウリングが起きたらもうやめよう、もう一回。わかりました。じゃあ、私が喋ってるときは、森さんの方、ミュートにしていただいて。はい、はい。で、はい。森さんが喋ってるときは、私の方をミュートします。はい、はい。はい。島さん、ミュートにしてもらっ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 てもらなんか、音声こっちが出してる感じ。いや、そっちのあの、いや、音声切ってます。音声切ってるの？誰？あ、多分。はい、でも、森さんもマイク切ってます。俺マイク切ってるよ。ちょっと待ってくださいね。スピーカー、入力は、今、村山さんの入力を使おうとしてる感じで。そう。そしたら、スピーカーをオフにしていただいていいですか？これでどうです？大丈夫ですか？聞こえてるはずです。あ、はい、聞こえてますよ。今は。あ、聞こえてますかね。はい。大丈夫です。はい。じゃあ私、じゃあ行きますね。じゃあ村山と申します。ずっと佐賀県で、まあ、事業を起こしたいと思って活動していまして、今年、あ、すみません、2019年の佐賀県のスタートアップゲートウェイ、2020年のブーストで、去年の、コネクトに採択をいただいているところです。で、実際的に何やろうとしてるかっていうと、化粧品の製造開発っていうところを今企画で進めていまして、現在投資家の方を探しているというような状態です。で、私自身が長く化粧品の通信販売に関わっておりましたので、そのあたりの知見と私が好きなサウナというものを掛け合わせて市場を取っていきたいなというふうに思っております。以上です。ありがとうございます。そしたら次、橋本さんお願いしてもよろしいでしょうか？あ、はい。あ、自己紹介ですか？あ、はい。簡単に自己紹介いただければと思います。あ、はい。土のお医者さんとして、まあ、土の生物性の診断事業を、始めてます。去年の4月から、合同会社を設立して、で、今年、アクセラレーションプログラムに採択してもらって、っていう感じですね。ありがとうございます。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。そしたら次、かそりさん、ちょっとお願いできますでしょうか。はい。こんにちは。はじめまして、かそりです。
今、佐賀で、佐賀モンド、および、セブン佐賀っていう感じ、活動をやってます。活動内容としては、エンジェル投資家、佐賀県にいるエンジェル投資家を、探して、加盟して、メンバーに入っていただいて、で、起業家とマッチングするっていう感じの、活動をやってます。で、これから、あと1年間で30、40イベントを開いて、多くの、より多くのこう起業家が、投資家とマッチできて、佐賀で起業して、その後もこう、起業するまでが目標じゃなくて、その後の、成長していくところまで含めて、こう、お手伝いできればな、ということで活動してます。よろしくお願いします。あ、はい、よろしくお願いします。あ、橋本さん、今いただいたので、そしたらもう早速、今日の、まあ、メインというか、その森さんに、その、まあ、森さんの、まあ、事業だったりっていうところをご紹介していただければなと思います。はい、でその中で森さん、自然になんか自己紹介みたいなのも入れつつお願いできればと思います。はい。今、ホストにすればいいですよね。ホストですね。はい。じゃあ、ホストにしました。はい。ちょっと画面共有させて。あ、森さん、マイクがオフになってますね。画面共有させていただきます。はい。今日のアジェンダなんですけども、TW 行動館パート3しようぜって思ってて山口知事が行動館にしようぜって言ったんで、俺は行動館パート3しようぜって勝手に書きました。第2回目の、勉強会です。で、本日の発表テーマですけども、まあ、養鶏 DX、AI を活用した養鶏管理システム。まあ、このテーマに至った背景とかですね、ちょっと事業計画書もちらっとお見せしながら、お話ししたいと思います。で、次のですね、第2部の方は、まあ、誰でも用いる起業してからの失敗の一考察ということで、まあ、私がいろいろと失敗したとか、失敗しかけたとかですね、まあ、もともと最初って誰も知見がないんで、まあ、うまくいくわけないんですけども、だんだん賢くなってきたというようなことをお話しいたします。で、事業計画書のお話をさせていただきます。そうだ、もう一回画面共有しますね。私、岡山出身で、ほとんどの、橋本さんあんまり話してなかったと思いますけども、佐賀とは何の縁もなくて、まあ、佐賀県のですね、県庁の、旧誘致課のご縁で、こちらに来ることになりました。で、サクッと話しますと、やっと去年の7月に、ここの事務所に入ったということです。事務所はまあ、今いる場所ってここなんですけども、アイスケアビルっていうところですね。で、お部屋の中って、こんな感じになってます。はい。こんな感じになってます。で、私の方、さっき言ったちょっと岡山出身なんですけども、大学出て、東京に行ったんですけども、行った背景があってですね、なんでやりたかったかというと、やっぱその、地元には、なかなかその、企業がないんですね。で、佐賀も同じような状況かと思いますけども、で、まあ東京に行きましたと。本当20代の頃って、むちゃくちゃなんかもう、地元に帰りたくてしょうがなかったと。で、地元に帰ればですね、当然、家族もいるし、友人もいるし、なんか20代ずっと持ってて、26ぐらいの時かな、岡山、県庁の職員よりは、県警の警察官の方が面白いと思って、受けて、通って、1ヶ月ぐらい前になって、やっぱこの仕事は俺には向いてねえなと思って、蹴った経緯があります。まあ、岡山県警から見ると、本当になんか、逮捕してやろうかと思ったんじゃないかと思うんですけども、まあそんなこともあって、まあ、ずっと向こうにいると。ちょっと一時大阪にいたこともあるんですが、数年。基本的には、まあ、東京にいたということです。で、岡山は、
岡山はやっぱり農業圏でですね、桃とかブドウとかが非常に有名で、桃であれば白桃とか、あと、ブドウであればマスカットかなが有名です。で、一時ですね、昔、ほんと20代の頃、帰って、農業でもしようかと私結構本気で思ったことがあって、話を聞くと、そんな簡単なもんじゃねえと。しかしなんかすごい美味しいし、海外持ってたら絶対高く売れるなって、その当時から思ってますね。で、いよいよなんか、まあ、起業して、私が起業した時はですね、農業を主体的なことをやろうと思ってじゃなくて、IT って結構難しいのでですね、一般の方には。なので、誰でも使える IT を目指したいなと。そう思いました。ちょうどですね、会社作る半年ぐらい前から仕込んだ案件があって、それがたまたま高知県のナスとか、トマトとかのですね、ハウスモンの、まあ、いや、そのデータ収集だったんですね。その案件をこう人からもらいまして、やったという背景があります。で、売上こう300ほど上げてですね、だからってそんな長くそのいいことは続くわけじゃなくて、結構苦労しました。で、ちょうど4年、もう農業系やりだして6年ぐらいになるんですけども、農林水産省に地と集積の活用の場というのがあって、そのグループに入ってですね、ちょうど6年前に、6年前かな、研究プラットフォームっていうのを作りましてですね、まあ、そこから本格的にやりだしたと。で、倉庫をやってたら、いやいや、これはやっぱさ、もう大学で勉強しなきゃダメだろうと思って、で、まあ、岩手大学の大学院の連合農学科の博士課程の学生やってるんですけども、2年半ほどコロナで全く動けなくて、実験ができてなくてですね、なんか、博士論文書けねえな、みたいな感じで、今、手が上がってますね。な、今年なんとか、有田町の方で実験するので、そのデータを用いてやろうと、そう考えてます。はい、で、ちょっと一個からですね、余計な話になるんですけども、弊社がやってるのはですね、肉鶏の方なんですね。肉鶏っていうのは、基本的に、まあ、ブロイラーという言い方をするんですけども、ブロイラーはですね、まあ、鶏に関して言えば世界中でどこでも食べるわけです。これは宗教に関係ないということがありまして、ワールドワイドでやることを考えたんで、海外展開できること。で、なおかつ、あまりその人がやってないところを探してましたら、まあ、鶏があったらということです。で、鶏はですね、日本の場合は、まあ、日本じゃないですね、肉鶏と採卵系の卵の鶏がありまして、弊社の方は若鶏の唐揚げになるところです。で、鶏のバイタルデータ、例えば体温とか、今はまあ体温を主に見てるんですけども、まあ、そこからそれをですね、こういろいろとやってみると、まあ、個体管理ができるっていうことが分かりました。で、個体管理ができると分管理ができるわけですね。で、鳥もいろんな要素があってですね、それもまあ結構論文とかも読んで、勉強したりしたんですけども、だいぶ形にはなってきたというところにあります。で、ちなみにですね、これ今日々こう、飼料、まあ、肉が上がるとかですね、今もう値上がりラッシュなんですけども、実際ですね、これ配合飼料っていうのは牛とか豚さんの乳原料で、必ずしもこれは鳥ではないんですけども、2020年の10月からものすごく上がってます。これはですね、ウクライナの戦争の影響がないんで、まだこの時安かったんですね。高いと言っても安かったと。ちなみにその2021年の9月の、ある養鶏会社の話によりますと、今1トン5万円ですと。で、1ヶ月ほど前1トン8万いくらとかって言ってですね、ものすごい勢いで上がってるんですね。さらにですね、鳥、養鶏の餌はですね、ブラジルとか、アメリカからの輸入なんですね。で、円も安くなればですね、その分勢いよく上がっていくというのが今の状況です。従いましてですね、まずその儲かる養鶏をやるためには、基本的には、コストの9割はですね、餌代だと言われておって、この餌代をいかに削減するかということ。で、あと死亡率ですね。やはりその、養鶏会社さんに聞きに行くと、
非常に成績のいい平均的な死亡率が低いところもありますけども、おおむね 3.5 から 4%、あるいは高いところが 5、6% ぐらい死んでます。で、出荷できない鳥っていうのがいまして、それも結構いるということですね。で、最近においてはですね、アニマルフェアの根拠ということで、これはヨーロッパの方が、動物愛護ということで、よりですね、動物とっていい環境で育てましょうということが流れが載ってます。で、これは今日本も農林水産省が、アニマルフェアに基づいた、育て方をしましょうというような話を今しているわけですね。で、まず、餌代を削減するということ。で、鳥はですね、ちょっと今、かなりこう、秘密保持的な話があって、あまり話は、お話はできないんですけども、基本的にその、成長曲線がありましたですね。その成長曲線に基づいてお聞きすればいいんですけども、実際には水とか、餌が常に置いてある流れている状況ですから、なおかつの、非常に鳥一羽あたりの、その、面積といいましょうか、乗車率といった方がいいと思いますけども、大きくなってくるとですね、本当に足の踏み場のないようなところがあるので、運動しないんですね。で、実はものすごい勢いで大きくなります。日本の場合は、50日3キロという、生まれて50日で3キロで出荷するということなんですが、調べてみますと結構上に触れてるんですね、体重が。体重が上に触れすぎますとですね、実際には、出荷できないと。なんでならば、鳥の、毛とかですね、取るのは一回で取っちゃうんで、機械に入らなくなっちゃうんですね。肉がつけばいいというものでもないわけですね。そんなような状況になってます。で、基本的に、システムを売るっていう、システムをお客様に売るっていう話なんですけども、それだけじゃなくて、ビッグデータを売っていこうと。つまり、その、どこでどう作って、作った鳥だということと、アニマルフェアの根拠としては、運動量ですね。単位時間あたりに動いた運動量、つまり、乗車率 200% の中では人間も動けませんけども、その乗車率 100% あれば、立って動けるわけです。したがって単位時間あたりにどれだけ動いたかということの、いうことを技術開発してやってます。はい。だいたいこんな形で今進んでまして、弊社の IP を考えてましてですね、こんな形でですね、IP を考えてます。で、これ2022年の4月1日を元にしたんですけども、東証グロース、本当であればですね、ナスダックに行きたいなと思ってるんですけども、あとは海外展開ですね、やっていこうと。宗教関係なく食べるので、非常に、海外の、政府からも、海外の IT 会社を通して今引き上げてます。そんな形になってますね、弊社の方。で、鳥に関して言えば、これ特許の出願するんですけども、まずその体重推定に関してはですね、肉鳥の場合は体重推定が非常に重要になってきます。これは AI で、体重推定をするんですけども、ほぼプラマイ 100g のところまで来てます。で、サーモグラフを用いますと、鳥の体温の、分布によってですね、一羽一羽、個体識別ができると。いうことも、ね、実現してます。これだけではもちろん、大した特許にならないんですけども、特許化するためのロジックですね。ロジックを含めて特許化していこうということです。はい。で、体制の方ですけども、私特製と、大学の、彼は26かな、杉田君と、あともろもろ、乗ってない人たちもいますけども、います。で、今実証実験は有田の方で、佐賀県有田町の方で今やろうとしたと。で、岩手もですね、非常に日本では第3位の、養鶏、生産量あるところですね。大学とも連携して、やってます。で、これはですね、一般的なデータなんですけども、今ワールドワイドで一番食べられてるのは鳥なんですね。
これ日本の場合は 13.8 キロ年間ということで、令和2年の、3年ほど前のデータです。で、豚肉、鶏肉、牛肉と。牛肉は最近そのアラブに輸出するとか、いろいろと、いろんな話がありますけども、実際食べてるのは鶏肉なんですね。これワールドワイドでも一緒で、まあ、宗教関係ないし、あと豊かになってる海外は。日本はまあ残念ながらですね、縮小、これからもっと縮小すると思いますけども、正反対になっていますね。と、これはその都道府県のベスト10ですね。上位が宮崎、鹿児島、岩手。で、九州はですね、この中に佐賀第7位、熊本第8位、長崎10位と。で、ここに、その、佐賀に拠点を送る理由っていうのは、まさにここにあるわけですね。あと、本当に県内1時間あれば大体行っちゃうみたいなところがあって、交通の便も非常にいいし、まさにうってつけの場所だと思ってます。あと、佐賀って本当に人が温かいというか、人こそがこう、まあ、どこの組織も同じですけども、まあ、温かい人が多いっていうことと、真面目な方が多いっていうことで、佐賀は非常に私的には気に入ってて、いきなりちょっと家を買うわけじゃいけませんけども、まあ、半分、もうすでに半分移住状態なんですね。月のうち半分は佐賀にいますんで、そのうち家を買うかもしれません。はい、あとですね、まあこの技術いろんなところに使えてましてですね、引き合いとしては、まあ、うなぎの状態、太り方を見たいとか、養豚、牛肉の、肉牛の健康状態を知りたいとかですね。もろもろいろんな話が来てますが、人手がいないんで、これ以上できないというアップアップのとこです。で、やっとですね、商業投資家、ベンチャーキャピタルも、多少ちょっとだけ振り向いてくれるかなというようなとこまで来まして、今年はまあ前半、早い時期に VC から少しお金を入れてもらいたいなというようなところです。まあ、サクッとした話をさせていただいたんですが、なかなか会社名もユニークな会社、名前なので、それ系システムって結構覚えてもらいやすい名前で、自分的にはこの名前作ってよかったなと思ってます。はい。だいたいこんなところでございます。じゃあちょっと画面共有を終了させていただきます。はい。森さん、ありがとうございます。はい。なんかすごい、まあ、興味深いお話ありがとうございます。そうですね。せっかくなので、今いただいたお話で何か伺いたいこととかある方いらっしゃいますか？はい、あ、じゃあ、かすりさん、お願いします。はい。すいません。森さん、ちょっと待ってくださいね。あ、かすりさん、マイクお願いします。はい、お願いします。なんかすごく面白いなって思ったんですけど、こういうことをもう他にされてる方とかっていらっしゃるんですか？その競合とか。競合、絶対的な競合はいないですね。一番、多分ワールドワイドで一番住んでると思うんですね。あ、そうなんですね。似たようなことをしようとしてる方います。まあ、深く、そのどこまで、この業界を知ってるわけじゃないんで、はい、どこまでとかわかんないんですけど、例えば熊本にコーンテックっていうとこがありまして、はい、そこを僕の友達がやってる、なんか同じような話を聞いたなっていうのもあったんですけど、はい、やっぱ九州とかそういうの多いんですかね、佐賀とか、こう、九州になると。はい、佐賀では、もう、一緒にいるんですけど、鹿児島とかも勉強してると思うんですね。ちょっと待ってください。森さん、多分、マイクがオフになってますかね。なんか多分、答えるときに、すみません、橋本さんが多分聞こえてないかもしれなかったなと思ったので、すみません、橋本さん。なんか、ちょっとそうですね。まあ、今、その、コーンテックでしたっけ？コーンテックっていうのは、そのコーンって、トウモロコシとか。よくわかんない。とりあえず、僕、こちらでなんか業態変えて、うん、コーンテック、畜産のなんか AI を使って、体重だったら、体調管理とか。ああ、なるほど。あ、じゃあ、なるほど、なるほど。で、日本の餌の、その先ほど言われた9割方がコストが餌だから、なるほど。こう輸入に頼らず、こう日本の、この間のなんかまあみたいな感じで、コスト的にも下げるし、全部が全部、
100匹いただいたら、100匹と同じような量を置くわけじゃないから、その対象に乗せてみたいなところを AI を使ってやってますみたいなところがあるから。多分ね、豚とか、こっちだと思うんですね。ああ、はい。ああ、今、ある会社と進めてるということがあって、はいはい、それはその音声、はい、例えば、人間も調子悪いですね。調子悪かったんですけど、それ全部読むとして、そういうところをこうその数値化、数値化して、動物のあれから、あるいは健康管理に使っていこうと。で、すでにその、体重数値に関しては、相当高い技術を開発できてて、まあ、それと共にさせて、まあ、共同で、ね、取り組む、シートからしていこう。まず、まず、あと、道具データとか、ということで、やっていくと。そうか、すごい、凄まじいなと思いました。すごいなっていう。ありがとうございます。ありがとうございます。私ちょっと意地悪な質問してみて。あ、大丈夫なので、じゃあマイクをオンにしていただいて、じゃあ村山さん、意地悪な質問お願いします。私、森さんとずっとこの手のやり取りをしてるんで、ちょっと今森さんの実際の事業計画とかのサポートというか、壁打ちもしてる中で、ちょっと今、フレームワークで、ちょっとさっき、笠利さんからも出たんですけど、この事業の競合ってどこ、何なんですかねっていうところを一個聞きたいなと思っていて、単純にその業界の中だけで見れば、確かに、鳥はいないかもしれないんですけれども、ビジネスとして考えたときに、どういうことを考えてらっしゃるのかな。ちょっと私はここ3日間ぐらいで考えたことがあったので、ちょっと先にこの質問をさせてもらえたらと思ってます。本当の競合っていうことですね。多分もう怒らないんですけど、餌代が必要なんですよ。飼料代が必要なの、そこをかける必要ないんですか。で、ただ、まあ、プライドの方もありますけども、もう嫌じゃならないんですよ。今の状況を見たら。で、アメリカのブラジルということを輸入されていましたけども、アメリカにとっては、ブラジルの人は、特にアメリカですね、大きな川がないような地域で、トウモロコシを育てたり。それは一気に地下水ですよね。地下水に枯れちゃったんですよ。どんどん、その前の人は育てられない。それだけじゃなくて、もう大きな問題、もう一つ教訓があって、それって、地球環境を及ぼすと言ってないですか。バイオ燃料に、行っちゃうんですよ。で、ここは、もっと、どうだと思って、そういうこと思いますよね。それとね、中国、もうちょっとお金出しが早くなってる。だから、早くなってる。別に日本だけじゃなくて、他のもそうなんですが、あとやっぱその、まあ、これ、ワールドワイドでいいかなと思うんですよ。日本はなんかもう、自殺が80年代から書いてますけど、まあ、そう、ダメだったことになってね。やっぱ人口が少なくなってくるんで、やっぱし、厳しいだろうと思うんですね。そういうのも含めてですね、本当はもう、畳みたいな店が休みなければ、別に必要からの必要じゃないんですけども、それは多分ないだろうと思いますね。そこが一番の恐怖ですね。はい。村山さん、そうでしょうか。言われましたもんね。まあ、そうだね。いいと思います。その一番の恐怖、一つの恐怖になりそうなのが、考えなきゃいけないのが、今、こうしたトレンドになっているというところで、昆虫食があるんですよ。で、この場合、大体今、この話だと、コオロギだと、1キログラムあたりのタンパク質摂取食量というところで考えると、確か4キロとかですね。虫だと11キロとかだと、1キロ。これってどのくらいなんですか？鳥ってね、なんか見たけど忘れた。結構このあたりで、かつ、なんか、私、美容をやってたときに、ちょっと10年先、20年先ぐらいの時に、化粧品いらなくなるんですよ。っていうのが、メタバースみたいな空間になったときに、対面で人に会う方が、今の自分に投資しなければいけなくなってたから、メタバース空間になれば、ありたいと言われちゃうとか。なるほど。アバターとか、着方関係で。仮想空間上で聞かざるほどお金がいくだろうというのが、まず一つの脅威だったりとか、あとは医療技術の進歩。で、美容整形
超えた再生医療とかが起きてくるんですよ。みたいな競合のレベルで考えてるんですね。で、本当に人間が栄養を摂取するだけってなったときに、鶏肉を食べる必要性って方法がなく、肉を食べる必要性って方法がなくて、どちらかというと、消費みたいなところでのレベルしかならない。で、本当に必要な栄養素で必要になったときに、本当に昆虫であったりだとか、うん、そういうのでも足りるんだなって思って、出るんですけれども、そこに関してなんかどういう見解とか思いとかってどちらなのかなっていうところは、多分、いろんなピッチとかで突っ込まれそうなポイントがあると思ったので、ちょっと、ご質問させてもらいたいと思います。私の見解は、別に昆虫種とか、なんかその、バイオで呼ばれてると思ってるのではなくて、それも選択肢だろう。で、やっぱり野球好きでしょ、みたいな。若い人ってみんな好きでしょ。で、昆虫食って、多分、コオロギの丸焼きが出てくるんじゃなくて、あれはおそらく、なんかやっぱりお菓子とか、なんかネットで使うんだなと思って、そもそも腹いっぱいにならない。要するに、本当に地球上で、食料を生産できなくなったら、昆虫食って全然ないんだけど、まあ、当然そういうのは、100年後とかならないけど、そこまでいかないわけですね。あ、なるほど、なるほど。その将来的には確かに、そういう、今日日本食料に、売れませんって言うと、10年後に、みんな取り寄せてないかというと、やっぱ唐揚げ、食ってると思うんですよね。それはワールドワイド。それはワールドワイドで唐揚げっていうか、唐揚げっていうか、そこを取り寄せてないかというと、それが私の見解です。まずは目先、その、まあ、国がこう、社会解決に進むんだと。で、うちみたいな目は、あれもこれもできるわけないので、まずはその食料自給のまあ、ウクライナよりも、これやる思いっていうのは、地方に雇用を儲かるのは、より産業の一番に私があって、その実現と、海外の先ほどの強く思うのは、食料危機を考えることはそうです。ある姿勢は、それをやりたいという理由っていうのは、必ず食料危機が近くなるっていうと、国の電子制度も、いかんないことに関して、誰がどこで何人と行かんかって、どうなったのか、知りたいという、そういうことがあるそうです。ちょっとこれ、まあ、話をしてるんですけど、5月ぐらいは、僕に行くかもしれません。まだ分かりません。まあ、そんなような状況になってます。はい。ありがとうございます。なんかすごい興味深いところですよね。その、まあ、栄養素的なところの観点っていうか、そのタンパク質っていうところの切り口で考えていった時の、まあ、その10年後、20年後とか、どうなっていくのかっていうところ、なんかすごい興味深いところではありますよね。でもやっぱその、食べ物の内容を考えて食べることって多分、一週間で一回あるかないかとか、多分、そのぐらいのレベルだと思うんですよね。その鶏肉が体にいいから食おうっていう人よりも、チキンバーガーが好きだからとか、美味しいからから食べてて、それこそ、タンパク質だけで言えば、例えば筋トレ後 の, そのプロテインの代わりにコオロギとかっていうのはありだと思うんですけど、じゃあ、鶏肉とかめちゃくちゃやろうとか、コオロギと鶏肉を比べるっていうのはちょっと違うかなっていうのがあって、コオロギ自体をうまくて食うっていう人は人ほぼいなくて、タイぐらいでしかいなくて、日本でコオロギが流行るとしたら、戦争が起きて肉が一切入らず、昔で言うクジラの状態ですよ。クジラも好んで食う人っていうよりも必要で食ってたんで、それと同じような感じのことがコオロギだったら3週間から4週間で成虫になるっていうスピードとかを見たりとか、ガスが発生しないとか、いろんな面を見て
ビタミンっていうかその栄養のところだけ見てコオロギっていうのがあるけど、多分当面の間は先ほど言われたみたいな、当面って言っても多分なんとなくですけど、30年、50年は多分鶏肉なくなりましたっていうことは多分ないんじゃないかという感じがして。私が立場が違う。健康食のやってた立場からで、コンシューマーの意見が、楽しむために取る食、消費の食と栄養のために取る食っていうところを、明確に意識してるんですよ。要は一定の栄養素が欲しいと思っている人たちからすると、楽しみいらないんですよ。めっちゃストイックになれる。要は玄米食べますとか、もう完全食でいいです。なんで、そういった流れを考えたときに、実は今までって食ってなんとなく食べなければいけないとか、1日3食食べるとか、机上の空論っていうか妄想だったところが、すごく科学的にされていて、すごく分解されていくよね。で、タンパク源ってなった時に、今、例えば動物系のもの、もしくは植物系のものっていう2つの二者択一の中でいた時に、鳥ってすごく需要があるのに対して、第3の要素でコオロギが入ってきた時に、実は鳥って嗜好品になってくる。いわゆる、和牛とかが求められると同じようになっちゃう。とかになっちゃうかなと思って、そうなると、多分ブロイラーとかではない領域っていうのが価値になるのかなとちょっと思ったりするんですけど、ちょっと続きの話の、はい、ありがとうございます。なんか、めちゃくちゃ盛り上がってるところ、恐縮なんですけど、ちょっとまた、もう一つ話題があるので、あと、あれですね、まあいいか。そしたらじゃあ二つ。のこと、ちょっと今の話ですけど、そうですね。そんな方がずっと聞いていただいてて。ちょっと待ってくださいね。森さん、またちょっと音声を、はい、寄っていただいて。すみません、松本さん、こっちで盛り上がってるばかりで。いや、でも、試合で終わりますね。そう、素晴らしいと思います。こういった意見っていうか、そういった、まあ、議論っていうのが、個人的には素晴らしいと思うんで。はい、じゃあ、もう一回の画面共有させていきます。これか。今やったのが、余計ディレクターの話ですね。続きまして、誰でも陥る企業主体の失敗の一考察ということで、お話しさせていただきます。で、一番大切なのは、一緒に働く仲間なんですね。私が一番失敗したと思うのが、単純によく知ってる人とやったと。で、知ってる人が悪いわけじゃなくて、やっぱそこはシビアにやらなきゃいけないわけですね。要するにその人の能力とか、人間性がやっぱり通信していてやつで、で、それとはやっぱりその、仕事ができるというのは別なので、違うと。で、まあ、知り合いっていうのはですね、ものすごく気持ち荒くなるんですよ。でも、その人が本当にベンチャーでいるとかっていうのはまた全然話が別なので、あとスキルがあるとか、そこはやっぱその、ちゃんと見なきゃいけない。で、多くの人って結構、一発で失敗するわけですよね。で、だんだんこう失敗していきますとですね、賢くなったっていうこと。本当にこの人できるんだろうとか、相手のことを期待したいとか、やってたんだとか。で、要は、いいもの、いい状態を悪い状態を仲間としてやっていくわけですから、そこをやっぱりちゃんとこう、選ぶっていうかね、そこは本当に、まあ、シビアとは言わないけども、まあ、やっぱ会社、組織、まあ、世界中同じだと思うんですけども、人が全てなので、ここはしっかりと、選ばないとダメだと思う。で、私なんか結構失敗してて、なんか儲けたからは結構ここで使ったな、みたいなのがあるわけですよ。で、やっぱ人件費が一番高いので、なんだかんだと言っても、そこは別に大手だろうか、ベンチャーだろうか、全部一緒で、当然みんなお金がないとですね、生きていけないので、思いだけでは。で最低限やっぱしお金を、こう、高いお金払えないにしても、まあ、ね、お金ないと、電車では乗れないんですよ。まあそういう意味でも、やっぱりその、会社を発展させて、やっぱお金を売り上げ上げていくと、投資家のお金っていうのは一時的な話でしかないので、やっぱ仲間をどう選んでいくかっていうこと。ここは本当にシビアに考えた方がいいと思います。ここで失敗する人いっぱいありますよ。で、だいたいね、創業者ってね、まあみんなやる気あるわけですよ。でも、
こ うまくいかないって言って、もう山のようになるので、ここは落ちるところだと思います。あと契約書。これは落ちりかけたんですも、昔4年ほど前にうちの竹の木と研究をやってて、で、某、まあ、純大手の100年ぐらいある、商社さんが来てですね、なんかこれベトナムでプラスチックって来たんですよ。で、じゃあベトナムで、まあ、試して使ってみてくれと。それは全然いいのでっていうことで。そうしてきますと、まあ、ベトナムってこう、お茶の葉っぱを結構作ってるところです。世界第2か第3なんですね。お茶を作ってる国としては。葉っぱがものすごく大きくなって、節といって、こう、節というのがあるんですけども、いっぱいこう葉っぱが出てよかったと。いよいよ売らせてくれと。じゃあ、そのために私が言ったのは、契約書を持ってきてほしいと。うちの契約書は、原因だったら、まあ、売買契約書。まあ、日本の会社なので、日本の会社に関する売買契約書なので、変な方だったんですね。ところが、向こうの、まあ、純大手の商社ですよね。なぜだか英文の契約書を持ってきたらって、めんどくせえなと思ってですね。なんか、なんとなく書いてることは分かっても、手に汗なんて分かるわけないので、こっちは。専門家に出したわけですよ。で、専門家に出して、3週間ごとに戻ってきて、内容の説明を受けて出したと。で、その契約書にそんなにこちら側としたら、お客さんのことが何も書いてないんですけども、そうしてきますと、今度はですね、日本語の契約書が来たんです。日本語の契約書って言ってもわかるんで、今でも忘れたいのは、弊社が持ってる、このノウハウはすべて自分たちのものだということを書いてあって、ふざけるなと。もうその場で、いや、そのもう飲めるわけないですよって、社長と話すという話をしたわけですよ。僕はサラリーマンなんで、なんか適当に逃げてますけども、要するにその、契約書にでどんな大会社も、法的には、いろんな、なんか、いろんなことがかかってくるんで、契約書に関しては本当にきっちりと見るっていうこと。で、まあ、秘密保持契約ぐらいであればですね、そんなに難しくはないですけども、いわゆる売買契約書とかですね、条件出しのところについては、妥協とかすることなくですね、しっかりとその、専門家の方の意見、多分、佐賀にもそういう、なんか、県とかのお金で見てくれるのがあるんじゃないかと思います。福岡とかもあるのかわかんないけど、まあそういうところにいる人って、まあいい人も結構、できる人もいるので、契約書に関しては本当にしっかりと、レビューして、サインした方がいいと思います。ここもですね、なんか契約書を適当にしか見ないベンチャーも多くて、結構こう、なんだろう、美味しいとこ全部取られるような会社もいっぱいあるんですね。東京にはいっぱいそういう会社ありますよ。だからしっかり契約書については見ると。で不利な契約書を別にやる必要はなくて、向こうはなんか、そのベンチャーに対して求めるものがあるから来てるんですよ。ここはちゃんとしっかり見た方がいいと思います。で、事業計画書。まあ、だいぶその事業計画書もさっき見たらちょっと古い、事業計画書なんですけども、できるようになるまで2年ぐらいかかりました。で、私の場合は、なんかこう、系統を出して見てもらったことはないので、佐賀の企業家の方だったらものすごく羨ましいなと思います。ちゃんとなんか専門の方がついて、いろいろと指南していただけると。それはなんかもう、佐賀で起業する意味があるのかな、そこさえ思いますね。僕の場合は、最初本を買ってきて、今から見るとよくこんなの書いてたな、みたいなやつを書いて、人に聞いて、なんか、もがきながら書いたとこがあります。で、やっとですね、本当に相手されるようになってきたというとこがあります。で例えば、最近言われたのは、それは VC さんが言われたんだけども、サービスを落としたときの根付けの理論で説明できますから、みたいな。ですね。で、考え方はこうすればいいとわかるんだけども、やっぱこう、言われないとわからないです。どんだけ考えても言わないとわからないと。ちゃんとその、言ってくれそうな相手は、お友達になっていることかなと思います。そのビジョンがある。まあ、ここがこけるとですね、大体、
順風満帆に授業なんていかないので、やっぱここをしっかりした方がいいんですね。で、ちょっと先の話に戻りますけども、やっぱビジョン、将来になるビジョン、まあ、こういう会社にしたいんだと、俺たちの趣味はこうだとかみたいな、こわばりはこうだみたいな、そこがやっぱし、その、原点なんで、そこが共有できる人とやらないとね。確かにお金をね、だと100万月額出しますっていっぱい人来るでしょうけども、まあ、その人たちはイコールそうじゃないので、まあ、そこはやっぱ考えないといけないということ。と、IP をするということは、株式が株発行できるので、ストックオプションなり、持ち株でナンバー回すとか、まあ、そういうなんか結び方があるだろうと思います。でちなみにちょっと、私ごとで言うとですね、昔あの、シノプスというアメリカの半導体を設計するツールの会社にいまして、5年いたんですけども、ストックオプション、多分全部合計したら2000万くらいお金になってるわけですね。で、ずっとこの27年間、多分見方があったので、そうなってるんですけども、まあ、当時ワールドワイド1000の会社がこの前まで1万5000になって、びっくりしちゃったんですけども、本当に、やっぱそのお金があるとですね、選択肢が増えるので、そこは絶対的に、その、まあ、夢、まあ、株価が上昇して高いかどうかもちょっとわからないんですよ、今の段階では。やっぱそうした、まあ、ベネフィットですね、そういうものがあると、もっとやるかなって、まず思います。なので、まあ、弊社の IP をしようと思ってやってますけども、まあ、一つは、いい人材の確保とですね、あと、会社の名前をこう、売れる。あ、この会社、上場してるんだって、上場してるんだって。そうすると、日経新聞、株価とか、名前載るので、そういう効果があるかと思ってます。あと、割と、議論。あ、ちょっと待って、もうあと、ちょっとだけなんで、はい、日々の学習ということで、なんか、学生のことは勉強した。若い学生で勉強したかったんですけど、今学生やってると言うと勉強しなきゃっていつも思って勉強してたんですが、本当に経営者はなる人は、とにかくいろいろとなんか勉強した方がいいですね。いろんな本を読んだ方がいい。いろんな人と会った方がいい。これも絶対に、で、まあこれ失敗したとかじゃないですけど、これ頑張ってほしいなと思います。資金っていうのは一番いいのは売り上げなんですね。だから、その、売り上げがそんなバンバン上がるわけじゃない。そうしてきますと、まあ、エンジェル投資家であるとですね。VC の人がいる投資家、こっちに、かけるのもいいでしょうし。で、会社作ると一番初めは一番過去がないので、日本政策金融とかからはお金が入りやすいです。うちの10年間経って、もう本当に赤字、まあ赤字でどっちいいと思ってたら赤字なんですけども、そうなってくると、借りれるところはありません。で、僕が会社作った時って、埼玉に登記したんですけども、300万会社の口座で定期にしたら100万貸してやるよみたいな状況の時代だったんですね、10年前って。今はちょっと変わってきてますけども、なんで300万定期で貯金したら100万貸してくれとかって、ふざけんなと思ったんですけども、まあ、そういうような時代でした。なかなか日本は、担保がない人貸してくれません。逆に担保があれば、貸してくれる国です。まあ、そういう意味でも、まあ、エンジェル投資家とかから入るのがいいんだろうと思います。で、以上でございまして、あと議論をさせてしましょう。ありがとうございます、森さん。そうですね。まあ、せっかく、の、まあ、なんていうか、こういった、まあ、グループの、まあ、立ち上げた趣旨としても、まあ、いろんな方の話も聞いてみたいなと思っているところなので、ちょっとじゃあ、画面共有、一旦切ってもらってもいいですかね。画面共有します。橋本さんいらっしゃいますか？橋本さんいらっしゃるので、せっかくなので、橋本さん、今のお話、まあ、例えばその、まあ、チームっていうか、こう、まあ、まあ、私とかもその人をどう集めていくかとか、そういったところっていうのが、やっぱりその起業するときの課題かなとも思ってたりするんですけれど、橋本さん、そこら辺いかがですかね。まあ、それに限らず、今の森さんのお話とか伺って何かこうご意見とかあれば伺いたいなと。あ、はい。
ありがとうございます。私の土壌診断の事業っていうのは、とりあえず第一ステップとしては、一人でコツコツと、まず黒字化をしようと。ファーストステップとしてはですね。で、その次の段階で、ある程度、赤字が出ないようになった段階で、設備を新しくするっていうことと、実験室を拡張する。で、人もその段階で入れたいなと思ってまして、第二ステップになってから人を集めようと思ってます。今、実情としては、ようやく、来年度は一応、赤字じゃなくてなりそうかなと思ってて、で、そこで、今、森さんにも相談してて、今、私が持ってる分析装置が2006年版なので、2023年版というか、Windows 11とに、接続できるような、装置に改良して、あと電極の改良も必要なんですね。そういったところをやった上で、次の段階として、人と、事業拡大を目指していこうと思っているところです。なので、森さんの話は非常に、ありがたいなと思ってます。ありがとうございます。そうですね。本当に、貴重なお話だったなっていうところは思っているところで、そうですね。村山さんも、かそりさんも何か、あれば、ちょっと、そうですね。今日始まりが、5分遅れちゃったので、35分ぐらいまでやって、それで、終わりにしようかなと思ってるんですけれども、ちょっとそれまでの時間はちょっと、森さんの話踏まえて、意見交換という形で、何か、村山さん、かそりさん何か、ありますか？私としては、やっぱり、チームを作るっていうところが、今、自分も抱えてる課題でもあったりするので、そこら辺、お二人どう考えてるのかっていうところとか、ちょっと気になってるんですけど。僕、初めて起業した時が22歳だったんですよ。海外で初めて。で、22歳で日本人で、ちょっと見た目はあれですけど、中身は日本人で、海外に行くと、断りにくいとか、言いづらいとか、かなり出てくると思うんですよ。特に大人相手に、まだ大学卒業する前ぐらいにして、それから卒業して海外行ったんで、ちょっと変な話だなとかも思いながらも、OK 出したりとか、わかりましたとか、それこそ、契約書を作ってもらっていいですかって言っても、いやいや、そんなの心配しなくていいよって信用してよって言われたら、やっぱり22歳のあの時の僕からしたら、わかりましたってしかなんないんですよね、どうしても。そしたら結局、そういうので裁判も何回もあったし、南米のコロンビアっていうところだったんですけど、相当自分の弁護士も実は相手から買われてて、っていうのも後で分かったりとかして、でも、とはいえ、やっぱり強くはなっていきましたね。免疫できてきたし、やっぱもうスパッて言えるようになりましたね。いや、興味ないですとか言えるようになったんで、失敗をすることがいけないんじゃなくて、やっぱ失敗は絶対つきものだし、失敗が成功への近道っていう、よく言う言葉ですけど、それをすごい、体験できたなっていう、しかも投資受けたばっかりでお金はあったんですよ。でも学生の僕からしたら、やっぱ何千万っていうお金って、もう、むちゃくちゃあるってい もう感覚で、ここの契約で失敗してもお金で解決しようとかっていう感覚はあったんで、でも今思えばすごいもったいないことしたなっても勉強になったなっていうのがあったんで、すごい今いただいて聞いたお話の中ですごい自分のことを思い出しながら、そうだなって契約書ちゃんと見るべきだなとか思いましたね。っていうちょっと感想みたいな。ありがとうございます。いや、壮絶な話だろうな。そこを深掘りどんどんしていきたい感じですけど、はい。ちょっと、村山さんもいかがですか？なんか、そ
その採用っていうところで、私は別に採用したわけじゃないんですけど、うん、まあ、チーム4人ぐらいいて、お金払ってないけど、めちゃめちゃコミットしてくれてるんですよね。で、多分森さんがおっしゃられた関係性って、多分縦の関係なんですよ。経営者と下。いや、そういうのないよ。で、パートナーの関係の時って、横の関係なので、正直私、4人いるじゃないですか。彼らに騙されたと思っても、別にいいと思ってるんですよ。はいはい、その代わり、彼らには同じような気持ちでやる。要は、ここフラットなので、そういうチームの考え方なのか、縦の考え方によって、やり方が違うなと思ってて、で、横に関しては私は本当に助けてもらってるし、出たいと思ってるし、同じ夢とか、こう、議論できる。で、彼らに関しても別に騙されてもいいと思ってるチームと、じゃあその、この使用人じゃないですけど、雇うってなった時はまたちょっと違って、その時は多分、自分にとって必要なものの優先順位、先ほど森さんがいい言葉なの、期待値のすり合わせみたいなところかなっては思ってる。そうですね。で、横の関係の時って打算があってダメなんですよ、逆に。俺本当できんけど。で、今一緒にやってくれた女の子全部やってくれてて、もちろんお金を払ったりはするけど、多分期待以上のことやってくれてたりとか、お互い助け合ってて、本当はすっごい、ね、体調崩したりもしてたんで、ダメなことあったけど全部フォローしてくれたりとか、そんな詰めない。もっと言えば、そんなしんどい思いしてるんだったら、もうこの仕事やめようよみたいな。なんかそういうのはすごくあるのかなと思って、うん、だからもしかしたら私はそういうパートナーというか、メンバーに今の段階では巡り合えてるって、うん、ただこれってただ事業が成長すると変わるのも分かってるんですよ。うん、正直彼女に頼りすぎてる部分もあるので、じゃこれ次のフェーズないし、2年後とかを考えるときにこのままじゃいかんなって思ってて、その時は多分、の関係でのパートナー作んなきゃなとか、はい、なんかそういう、なんだろうな、緻密なロジック作りで打算的なことも含めて、多分、自分はトップで経営者だったらやんなきゃいけないのかなとは思ってて、その辺は結構鬼だなって自分では思う。はいはいはい。彼女が切られた時にこの売り上げどうやって補填しようかとか、どうやってカバーしようかとか。うん、なんかそんなすごい緻密に、なんかヘラヘラしてるんですけど、基本的には。いつも、それは結構プレッシャーに感じてる。彼女のおかげで800万ぐらい、何かけたら500万ぐらい売り上げ作っちゃってるんで、今年。抜けたらどうしようって思ってて。なんかこういうのはすごい感じるんですけど、なんかこう、なんか横のと縦、両方で分けて考えるかなとは思う。ああ、どっちもメリット、デメリット。私の意見を言うと、やっぱその創業期というかですね、やっぱそのビジョンへの共感だと思うんですよ。で、使用人だろうが、やっぱしんどいわけですよ。しんどいわけですよ、ものすごく。それって、お金が、じゃあ、月額500万払うから、いるかもしれないけど、それだけのことなんですよ。それだけのことなんですよ。そのビジョンのように共通して、はい、そのビジョンがいい。あ、ただ森が考えてるとか、夢があって、俺も実現してるとか、そういうとこがないと、そもそも、新しいサービスを生み出して、世の中に、売るわけで、今まさにそれをやろうと思ったけど、そういうところには到達しないと、顔出したらやれるっていう人も、中にはいるかもしれないけど、そういう人は多分他の仕事もやってますよ。だから、まあ、こうもっと言えば、村山さんよくその、村さんって思うのが、地獄の世界でよく見ましたね、みたいな。そういう感覚があるんだけども、やっぱビジョンの共有、とかこんな世界を作り上げたいとか、経営者が日々言わないといけないことは、妄想と思うかもしれないけども、それをやっていくんだっていう意思を常に、情報として拡散しなきゃいけないなと思ってます。はい。私の方は、そういう感じで見てます。ありがとうございます。なんていうか、まあ、そういった、まあ、横のつながり、まあ、縦もしっかりですけれど、なんかまあ、そういった人を結局その、見つけなきゃいけないっていうか、見つけられるか否かっていうところがすごい、そもそもそこに課題をちょっと私とかは感じちゃってたりしていて、なんかまあ、なんていうか、こう、人とのまあ、ご縁っていうところにはなっちゃうのかもしれないですけど、やっぱりこう、どうやってそういった自分が欲しい人材と、こう、うん、つながれるかっていう。で、つながりたいときに急につながれるわけじゃないと思うんで、多分、村山さんとかはもう、まあ、めちゃくちゃ人脈あるので、その、もう、やりたいときに人を集めるんじゃなくて、もう、
もうずっと種まきっていうか。多分ちょっとそう違ってて、だから、僕と下見さんと同じ、もしくは森さんとかの方が広くって、うん、常に私は経営して自分で物を作っていきたい、世の中でサービス出したときに、できないことをいっぱい分かってるんですよ。村山さん、ちょっとマイクを、なんかめちゃくちゃ今いい話をしていただくところを。はい、私、ちなみに19年から起業しようと決めてて、その当時誰もいなかったんですよ、パートナーが。で、県からも、エンジニアでもないのにエンジニア的な、要はプロダクトを作りたい。チームどうするのって。だからずっとコンコンとこんなことやりたいんだってずっと周りに聞き続けてたんですよ。で、なぜかというと、やっぱそういった私ができることって人とつながることとか妄想すること、あとはなんかこう、一人でキャッキャッキャッキャワクワクしてること。でもこれって実はできない人たちいっぱいいるから、この辺で人をつないでったっていうところ。で、あと自分に足りないものが何なのかを常に思ってて、なんか下井さんとか見つけたら、この人めっちゃ法律強いから、この人仲間に入れたと思ったら常に口説いてます。それだけです。なんかで、口説いててダメでも、いずれつながることができたりとか、ノーリスクなんで、多分そこだけが、もし私がチーム作りがうまくいってるって、もし周りが言ってくれるんだったら、多分そこ。あたかね、ちょっと僕の意見、ちょっと私の意見と、下さんと私と、3人、うんうん、3人がこう、よく話してますよね。きっかけがあって、人のきっかけって何が意味になるか分からないんですよ。本当に。だから、もちろんその関わらなきゃいい人って世の中にいたりするけども、なんかこう、人の縁は大切にした方がいいと。で、半年前、こんなことをできるって考えてもなかったし、おっしゃるとおり。だから人の縁ですよね。本当、そうですね。で、自分の弱みとか、まあ、村山さんのお話あった通り、なんかまあ、自分の弱みをしっかりと把握して、で、それを持ってる人を見つけたら、口説くっていう。そのためにやっぱその、情報を発信だと思う、ね。そうですね。そこがないと誰も出てくるしかないね。そうですね。そんなものだと思いましたね。うん。そういったところを、やっぱり行動して、なんかまあ、行動しないと、まあ結果につながらないっていうところですね。みんなだと一緒にチーム作って、みんながついていくのはスピードなんで、まあ、もう本当に今、私が体調崩した時につけてもらって、でもめっちゃこの時期転がったんですよ。できないことやってもらったらすげえ転がるっていうところと、転がると仕事舞い込んでくるんですよね。なので本当よく言われるクイック&ダーティー。どうしても私綺麗にしたいとか、積み上げたいとか、こだわってたけど、もうひとまでやっつけ仕事じゃないけど、もう今日も5時から会議があって終わってない資料を10分で作ってみる。一晩定裁で整えて、あとはもう喋りでどうにかカバーして残りの3日間でカバーしようとか、なんか本当その辺でとにかくスピード感を見せるっていうところはすごくなんかチーム作る上ではいいかなって思ったりしました。ちょっと実利的なことの最近、はい、うんうん、ありがとうございます。なんかそういったところもなんかどんどん深掘りしていきたいですし、まあ、ちょっと今もう時間に過ぎちゃったので、うん、とりあえず今回はこれくらいで終わりにしようと思うんですけれど、はい、でちょっと来週の告知っていうか来週っていうか次回ですねだけちょっとさせていただこうと思うんですけれど、次回は、23日でしたっけに村山さんにちょっとお話しいただこうと思ってるんで、まあ、今のお話とかも私どんどん深掘りしていきたいと思ってるんですけど、まあ、本当村山さんになんか発表していただいて、で、それでまた意見交換するっていう会にできたらなと思います。村山さんの時も来てくださった。もちろんです。そしたら私、ちょっと自分で今やろうと思ってる事業を引き継ぎさせてもらって、10分ぐらいでダメ出し含めていろいろ進んでもらう。じゃあ、とりあえず、オンラインは終わりにしましょう。あ、そうですね。あ、じゃあ、まあ、そうですね。来週というか、じゃあ次回は村山さんにやっていただくっていう形で、今回、の TWL は終わりにさせていただきたいと思います。橋本さんも含め、皆さんありがとうございました。橋本さんどうもありがとうございました。はい。こちらで。